と、ここは少し味方と散らしておこうか。一人ジャングル隠れてんだよな。ここ相手一人かと思ったら左右のね茂みから来てとんでもないことになるとダメですね。よし、行け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 、オッケーオッケーなのか誰が倒してくれたんだろう。まあいいや、タワー壊すよ。4人落ちてる相手、うん、いい感じ。I will see my destiny to the end. はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。今日ね、すごい久しぶりなんですけど、アリーナオパラやっていきましょう。このゲームはね、任天堂スイッチで基本無料で遊べる、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ、通称 MOBA のタイトルです。ちなみに元がスマホで、国内向けにもね、ちょっと前にスマホ版が正式リリースされたようなので、スイッチ持ってない人とかはそっちでもね、チェックしてみたりしてください。ちなみに今日使っていくのは動画としてはね、多分初めて使うんですけど、マークスマンっていうね、遠距離攻撃をメインとした、まあ役職で、その中のね、テルアナースってキャラクターを使いたいと思います。アビリティはこんな感じ。まあまさにね、本当に遠距離が揃ってるわけなんですが、攻撃を当てるとね、相手のね、移動速度とかを下げれたりしますので、まあダメージ減、味方のね、ダメージ減になりつつ、そういったところで相手をね、ちょっと削っていければなと思う感じでしょうか。あとはね、こうやってパッシブで味方ヒーローが近くにいるときはダメージ上がったりするので、とにかく味方と一緒にかつ遠距離で、マークスマンらしく動けたらいいなと思います。じゃあ行きましょう。では、戦闘開始、マッチングします。で、今日はね、ランク戦で行こうかなと思います。ランク戦もソロとかチームとか選べますので、ソロで今回は行きます。じゃあね、マッチング待ちましょう。ちなみに、この動画撮ってるのはスマプラが発売されたちょっと後なので、マッチングすぐしないんじゃないかなって不安ですが、まあ、今はね、昼間なんで人がいますね。少々お待ちください。はい、マッチングしました。あと一人、あと一人、あと一人。結構ね、このゲームずっとやってると、どうしても最後の一人が押さないってことはね、ようあるんですが、これはそのパターンか。あ、よかった。うん、大丈夫ですね。じゃあ行きましょう。マークスマンのテルアナースはね、ほとんど被ることがないんですが、まあいただいておきます。チームの大体の流れをちょっと見ながら、で、タレントなんですけど、ここね、もし詳しい人いたら教えてほしいんですけど、マークスマンって何つけるのが本当にいいんですかね。まあ、キャラクターにもよると思うんですけど、まあ、テレアナースだったらでも方向とかがいいのかなと思うんですが、これを使うと攻撃速度とか威力がちょっと上がるっていう、まあ、ジバフかけるような、そんなやつですね。これに今日はしときます。じゃあ、ボリュームいないし、タンクもいない。これ大丈夫かな。まあ、仕方ない。行きましょう。まあ、正直、これでも勝てるときは勝てるし、負けるときは負けます。そんなゲームです。はい。はい、じゃあね、対戦相手はこんな感じ。相手は、そうだね、まあ、タンクもいて、ウォリアーもいて、まあ、マークスマンもいて、メイジもいてって感じで、まあ、割とバランスがいいんで、こっちがちょっと、そうだな。まあ、それこそウォリアーとタンクがいないんで、あ、ごめんなさい。今日初めて見たんですけど、僕のチームの一番右のズーカっていうのは、今日初めて登場したキャラクターなんで、僕、ま、何も知らないです。とりあえずは勝てるか不安ですけど、行くしかないね。行きましょうか。まあ、ソロでね、今回ルールを選んでいるから、こういうこともなくもないので、全力を尽くしていきましょう。どんな時でも。はい。では、どうしようか。実はね、タレント方向にして来たの初めてなんだよね。ただそれでもやっぱり経験者集めかなと思いますので。とりあえず任せとくわ。ゴーレム落とせるかな。とりあえずは、EXP を稼ぎたいと思います。で、このゲームね、なんで久しぶりにやったのかっていうところなんですけど、YouTube のコメントで、遠距離のおすすめキャラクターみたいのいますかって質問をいただいて、そういえば僕、遠距離をね、一切使ったことがなかったんですよ。
ただね、なんかその質問を受けたから、せっかくだからちょっと答えてみようかなと思ってね。まあそれで、それこそウィキとかを読み漁ってたんですけど、なんかやっぱりそれだとね、わからないところもあるからね、久しぶりにプレイしたら結構面白くてハマっちゃったんですよね。そんな感じでスマブラ出る前はちょっとやってました。タワーの状況を少し見ようか。まあ、ちょっとみんなに任せながら。ちょっとね、別に僕は、ジャングラーってわけじゃないんだけど、少し EXP を稼いでおきます。敵の障害不明、うん、このね、僕あんまり今まで意識しなかったんですけど、まあ、遠距離使うマックスマン使うようになってから、茂みの怖さですね、それを本当に思い知るようになりました。なんかね、茂みの中に隠れると相手見えなくなるんですよ。まあすっごい簡単な説明なんですけど、それがね、恐ろしいぐらい怖いなってことにやっと気づきました。さて、少し上げた、あとはレベル上げたい、どっちに行ったらいい、まあ、どこ行ってもいいんですが、自分のところのジャングルにほとんど今エネミーがいないので、トップは大丈夫かな。まあすぐにそんなにガンガンとは削られないだろうなと思いながら、おっと、ああ逃げましょう逃げましょう逃げましょうって言ってるのにすいません、間違ってバフ使っちゃった。ね、テレアナウンサーはこんな感じで、かなりね、今 L ボタンのアビリティなんですけど、射程範囲をめちゃくちゃ広げたりすることができます。まあ、その射程の長さと、あとは 3-way ショットとかができるんで、そういうものと、よいしょ、まあね、こうやって打ってやるのもいいし、まあ今味方ジャングルに隠れてますが、どうしようかな。あと ZL のやつは、まあね、そうですね、スタンですね、うん、分かりやすくスタン行きましょうか。えい、ちょっとでもあれば味方出すぎだと思うな。あ、いった、おお、すごいね、ダブルキル。ちょっと味方に一緒にいるのはね、あのズーカっていうキャラクターなんですけど、ごめんなさい、全く今日出始めたキャラクターで知らないんですよ。2日前とか1日前確かいなかったと思うんだよな、キャラクター。まあ、そんなこともありますので、キャラクターの追加も結構頻繁にされてるんですよね。このゲーム起動するのもたまーになんで忘れちゃうんですが。さーて、あー参ったな、茂みに隠れてますね。いつかちょっと逃げようか、逃げよう逃げよう。あー3人はダメですね。うん、マークスマンはやっぱり接近戦持ち込まれたら終わりです。ちゃんと距離は保たないといけない。こっちのタワー来られるかな。かつやっぱりこの即興のチームとはいえ、みんなと一緒にいた方がアビリティ的にも強くなったりするので、ボトムですね、ここのちょっとルートの様子を見に行きますが、その前にゴーレムは買っておきます。正直ここら辺に不意に敵が茂みに隠れてることとかも、試合時間がそうですね、15分ぐらいとかになると普通にあり得るんで、ものすごく怖いですね。さあ上がってるね、うん。じゃあ味方茂みに隠しながら少し前に出てみる、打ってみるか、先に打ちましょう。あ、痛い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 。本当にね、このマクスマンは脆いのでひとたまりもないです。本当に戦闘は味方に任せながら、射程のねギリギリから打ってあげるくらいしかって感じですが、まあね、この相手のタワーの範囲外から撃てたりするのはさすがだなと思いますね。ああ、これはダメだ。逃げよう逃げよう。
うーん、一人落としたけど、なんかやったらこっち来るね。どっから攻めていけるかな。あ、やばい、みんな落ちてる。すごいな。ここはなんか誰もいなくなりましたね。今回の試合はまあ、上の真ん中に出てるのがそれぞれのキル数ですが、まあ、勝って負けて勝って負けてだから一方的ではないにしろ、まあだからいいか悪いかというとそんなに良くも悪くもないね。援護を頼む。そっちか。ごめん、行きたいんだけどさすがに遠いか。ボトムのタワー壊れますね。これどうしようかな。壊れたね。一人いるか。じゃあゴーレムだけ倒してから行くわ。どうする？下だね。持つかな、タワー。ああ、やっちゃった。ちょっと来るのが遅かったですね。かつ相手どこ行った？あんま走らない方が今はいいから。Behold, infinity. そう、味方と一緒にちょっと撃ちましょうか。この妖精はクリシーです。メイジだったかな。割と範囲攻撃とかもありながら移動速度もね、思ったより速いんで、普通に使いやすいキャラだなと思いました。必要も守れ。そんなところ、あ、やべ、危ね、しまった。味方はまあ死んではいないか。みんな、ここは少し味方と打ち出しておこうか。一人ジャングル隠れてんだよな。ここ相手一人かと思ったら左右のね、茂みから来てとんでもないことになることあるんですね。よし、いけ。いけ。オッケーなのか。誰が倒してくれたんだろう。まあいいや。タワー壊すよ。4人落ちてる相手。いい感じ。よし。よし、あわよくば、ここも。クリシー、頑張れ。いけ。よし、オッケー。次は、ああ、逃げろ。ダメだ。相手が落ちているぐらいの時間にタワーぶっ2つぶっ壊せたんで、真ん中はまあルートとしていい攻め具合のところにあるかなと思いますが、まあ僕たちのね、こっちのチームも結構ね、右下なんか表現がうまくできないんですけど、左の僕たちの基地があって、まあ、下のルートなんで、まあ、ボトムかな、通称だと。そこのルートはもう空いてますんで、ちょっと待って、状況が見れない。やめろ。よし、OK。倒してくれたね。アシストだね、僕は。さ、いやー痛いな。あー、やれた。味方が相次いで落ちましたね。これはまずい。まあまだ基地の本当に周辺のタワーは残ってるから、
あと、相手のミニオンも遠いからまだいいんですが。うん、でもディフェンスタワー減ってるね。まだ前線戻ってきてない人多いからとは思いますが、相手も2人落ちか。今回のノクサシのチームは倒すな。まあ相手も倒すから、やられてなんですけどね。うん。というわけで、あんまり経験値を稼ぐ必要もないかもしれないが、まあ強くなっておくことも必要か。相手が見えんな。あ、すいません。僕今、癖でエールボタンのなんか攻撃範囲広がるやつやってるんですけど、あんまり意味ないかもしれないです。うん。早いな。やっぱりテレアナースはね、めっちゃレベル上がってくると、集団戦に入るか。テレアナースはすごい攻撃速度上がるんですよ。これはね、なかなか爽快。と撤退する?うんうん、ありがとう。わかった。ここにいよう、ここにいよう。うちのチーム1人落ちましたね。ちょっと真ん中のミニオンは散らしておきます。3人これ集まったか。どこ行く?そっち行くの?まあみんなと一緒にいた方が敵の数は減らせるかなってところで一緒に行きますが、おお、攻めたね。相手3人落ちか。倒す?まあ倒すなら出てた。早いね。うん。僕はミニオン持ち出しておきますが、正面から来られないようにしたい。敵を減らそうっていう、そういう感じかな、みんなのやり方は。こっちを開けようとしてるのかな。まあ、それは、それなら OK かな。OK。加勢します。すごい。範囲広げて、撃つ。このね、チームのスタンスとしても攻めにかなり入ってるんで、僕も加担してあげたいです。よいしょ。あー待て、これは一瞬で落ちたな。体力の減少を見る暇もなかったな。僕は今右上に成績出てますけど、3キルの4デスのアシスト6かな。相手が4でうちが3落ちでしょ。まあ、攻められない体勢ではないかな。あとはこの周辺のタワーがどう転ぶかですよね。うちの方が残ってはいますね。いや、さて壊したね。これはいけるか。さあ、ここからちょっと手痛い反撃を受けないようにしたいので、で僕はあと1でもうちょいレベルが15になるか。上げてもいいしな。勝手に上がったね。じゃあ、できる限りみんなで行きましょう。The cosmic winds guide me. 一人だときついぞ。誰か来い。みんなどこ行ってる?まあ、バフをね、取りに行くのもいい。僕はちょっとじゃあ、ミニオンを打ち出しておきます。注意。ああ、はい。ほっといていいか、少し。いるね。撃ってやる。よし。よし。まあね、3人、あっ、危ね。ああ、怖っ。帰ります。そうね。さすがに。
さすがにちょっと全員倒したと思ったけど、残ってたね。よし、4人落ちた。多分みんな基地に向かうんで、うまく攻めが入れば勝てると思います。真ん中もタワーぶっ壊れてるんで。強いね。さあ、よし、全員落ちてるね。今だ、今だ、いけいけ。多分僕が到着する前にこの試合終わると思います。そういう時は、なんか、かっこ悪いんですけど、まあ、そんなこともよくあります。OK、まあ、一発ぐらい加えたかったかなって思いもありますけど、まあ、強かった。勝ちましたね。はい。試合時間としては割とテンポ良かったかな。まあ、普通っちゃ普通ですけどね。はい。でも僕全然活躍しなかったような気もするような、どっちでもないな。正直まだこのゲーム、こういったジャンルのゲームの経験が浅いんで、何がいい仕事かっていうのははっきり分かってないところもあるんですよ。とりあえずは倒してやられなければいいのかなとも思うんですけど、今日はキルトですが同じか。うん、やっぱりね、ここら辺の人すごいね。こういった倒しまくってくれる人がいるから試合が成り立っていくのかななんてことは思います。まあスプラトゥーンとかでもね、思うことではあるんですが、はいはい。じゃあね、今日はさらっとこんな感じの試合をしました。そうですね、やっぱりスマブラもね、今並行してやったりしてるんですが、本当にね、ジャンルは全く違うので、うん、このゲームでの、この対戦してる楽しい感じっていうのは、やっぱこのゲームでしか味わえないものがありますので、まあね、たまにこうやって引っ張り出してやることもあります。皆様よかったらね、このゲームは基本無料なので、よかったら遊んでみてください。じゃあそんな感じでまたね、いろんなゲームやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。